通信アプリ大手の LINE は、キャッシュレス決済、LINE Pay で決済関連情報をおよそ13万件が漏洩し、インターネット上で一時閲覧できる状態になっていたと発表しました。利用者の氏名や電話番号、銀行口座などは含まれていませんが、解析すると利用者を特定できる場合があるとしています。